さんこんにちは、カタリストレイナです。今回は YTD さんにやってきました。横浜特殊ボディさんです。ということで、こちらのハイラックス、そしてね、その上に乗せて遊べるグラビティを借りて、私たちが一泊レビューをしていきたいと思います。そしてね、今回いろいろ教えてくれたのは板倉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの会場というか場所は、はい、なんていうところでしょうか。場所は一応横浜特殊ボディの本社になってまして、はいはい、普段は住所は、神奈川県横浜市金沢区鳥浜町になりますね。はい、はい、ということでね、一応こういう看板もありますので、目指してきていただければと思うんですけれども、はい、ここでできることっていうのはどんなことが、はい、主には車のコーティングをやらせていただいております。はい、であとはキャンピングカーの洗車だったり、はい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 、なかなか一人でキャンピングカー洗車するの大変なので、はい、それをあの弊社の方で請け負って皆様の車をきれいにしますといったところをお手伝いさせてもらってます。わかりました、はい、じゃあちょっとね、今回借りていくハイラックスの概要を教えていただけますでしょうか。もともとのこちらの車のスペックというか、はい、どんな車なのかを、はい、一応四駆でアクロを走行しようというような車になってますので、はい、かなり力強い車になりますね。グレードがあるんですよね。はい、はい、グレードは GR と Z の2種類で分かれておりまして、今回こちらにあるのは GR というグレードになってます。はい、はい、ちょっといいグレードの方を、そうですね、はい、お借りしていきたいと思います。はい、でそのかっこいいハイラックスの上に乗っているのが YTB さんの作っているこちらの、はい、グラビティというモデルですね。になりますね。はい、ハイラックス専用に設計されておりまして、はいはい、で一応ポップアップ式のルーフを採用して、走行時は 2.2 メートルの高さになるので、うんうん、普段乗りもできて、はい、かつキャンプ地に着いたら、中をこう上げて押し上げていただくことで、2名でこう快適に過ごせるような空間を作れるようになっています。いいですね。はい、あのトヨタのハイラックスだったらグレード関係なく、はい、乗せることが可能になってます。つけることができます。乗せて、はい、しかも取り外し可能なんですよね。はい、そうですね、あの固定してあるだけですので、はいはい、あの必要のない時であったり車検の時には取り外していただく必要があります。うんうん、あ、分かりました。はい、その時にはもう標準でついてる足をこう出してあげて乗せ替えることができちゃうよっていうのと、はい、あとこれ穴とかも開けなくって、もともとのこのハイラックスの規格のまんま、はい、そうです、乗っけることができる、はい、それでちゃんと固定もできちゃうよっていう。はい、そうです。はい、なので、すでにハイラックスをお持ちの方は、はい、もう本当に上だけ購入していただいて、ポンと乗せて固定するだけ、うん、それでもうこの仕様になります。あ、簡単にできる。かっこいいのが簡単にできちゃうってことですね。はい、で、あのいろいろね、このオーニングの開け方とか設置の仕方とかもね、私たち今いろいろレクチャーしていただきましたので、はい、これで実際にあの使うところに行って、キャンプ地に行って広げてみたいなと思ってます。はいはい、ぜひ楽しんでいってください。はい、すごいね、あのボディカラーとかも白と白で揃ってたりとか、黒が入ってめっちゃかっこよくなっているんですが、じゃあね、こちらを借りてちょっとゆきさんと楽しんでいきたいと思います。はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます。すごいね、パワフルにね、スーって走りますね。ちょっと踏むだけでスーって走っていく。なんか重さを感じないですよ。後ろにこれだけの結構重いの、ね、乗っけてるはずなのに積んでると思うんですけど、私たちの荷物もね入れてますので、はい、やっぱパワフルですね、ハイラックス。中もめっちゃかっこいいんですよね、ハイラックス。いちいちかっこいいなと思って。ナビとかもついていて、これでも使えるし、あとですね、このグレードだと携帯につなげてね、いろいろ案内とか音楽聴いたりとかもできるよっておっしゃってました。ハイラックス自体のこう走りについてね、ちょっとゆうきさんに聞いていきたいと思います。はい、これね、エコモードとパワーモードっていうのがあって、ここでここにエコモードとパワーモードっていうのがあって、ここでね、手元で簡単に操作できるんですけど、エコモードにするとかなりこう走りパワーを抑えてくれるんですね。うんうん、今とりあえず普通モードで走ってるんですけど、うん、まあ、ちょっとした坂道も全然普通に、うん、もうほんとね、アクセルね、ちょこっとしか踏んでないんですけど、スーって登ってきます。
高速合流しました。じゃあちょっとパワーモードいっちゃいますよ、はい、パワーモードオン、ギュイーンってね、あー本当だ、加速がすごい速い。そうそうそう、助手席でも分かる、分かるよね、うん、るる、ちょっと踏み込むとグイーンっていく、これ楽しいやつですよ。ただしパワーモードで走ってると燃費はかなり悪くなるそうです。そうでしょうね、パワーですからね。でもグイグイ走ります。楽しい。でパワーモード解除して、今これが普通、普通になるとやっぱちょっとこう落ちる、パワーを抑えるっていうかな、まあ、それでも力強いんだけども。でここからじゃあエコにしますね、はい、今エコにしました。そうするともっとこうパワーを抑えて上品に走ってくれる。ただエコでも普通に走るのは走ってくれますね、うん、全然。だから燃費を抑えたい時はエコモードで全然十分だと思います。この画面のところでね、いろいろ見られるんですけど、エコって表示して、これ解除でパワー、ここで見られますね。もう一個機能があるので、クルーズコントロールの機能お願いします。じゃあクルーズコントロールオン、でここで押すとオンになって、何キロっていうのを自分で設定できるんですね。ここでそう、上に上げるとどんどん速度上がっていくし、下げると下がるし。そうです、わあ、やっぱ便利ですね。クルーズコントロールあると全然違いますね。全然違うわ。車線逸脱した時にアシストしてくれるっていうのもここのボタンあって、はい、ちょっと押してみます。で今オンになりました。この状態でこっち側ちょっと振ってみると、ピッピッピッってなって戻してくれるんですよね、ハンドルも。だからやっぱ安全ですよね。みるみるランド目的地の田代運動公園近くなってきてます。結構ねいい感じでドライブしてこれましたので、この後ねちょっと河原沿いのキャンプ場、初めての場所なので楽しみです。中津川、はい、中津川ですね、一級河川って書いてあります。中津川河川敷、あーここ今ですね葉っぱ落ちましたけど桜ですね。お春は桜もすごく綺麗な雰囲気になりそうです。おお、キャンピングカー止まってますね。いい感じの川が、キャンピングカー、あ、本当だ、いますね。結構、いいね、今日平日なんだけど結構止まってますね。はい、いらっしゃいますね。無料ですからね。無料だし予約必要ないし、ここ左ですね。結構狭いんだ。うん、狭いですね。気をつけて入っていてください。水たまりが、あ、ちょっとねアクロっぽいんですけど、でもここはね本当、まあハイラックスはこういうところこそね、はい、どんとこいって感じじゃないですか。みるみるランド。ではこちらグラビティ、いろいろ展開して見ていきたいと思います。私が今回展開していきたいと思います。お願いします。こっからいろいろ展開するんですよね。そうなんです、まあね、改めてちょっと外周ずっと見ていきましょうか。そうですね、まずねここにあるのがサイドウォーニングオプションなんですが、つけてあります、はい、でここにあるのが給水口です、はい、鍵を、挿して40リッターの給水タンクがあります、はい、でさらにそのこちら右側ですね、これ外部に出力してくれるものです。これもね外で電源が使える。そう、それは嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しいです。外で電気調理とかできる、できるし、あとねこの間はあのここオーニング出して、うん、でそれこそパソコン作業とかをここから電源取って、いい、ね、リモートワークね、こんな河原でやったら最高じゃないですか。めちゃくちゃいいですよね。へでここね窓も開くような感じになっております、うん、でさらにここは4箇所止めるところがあるんですけど、そのうちの1箇所ですね。このシェルを止めておくやつですね。そうですね。であとここもねちょっとデザインが入っててすごい素敵なんですけれども、で今私たち運転してやってきました。ハイラックスね本当にかっこいいんですよ。これ一番上のグレードだっておっしゃってました。見た目がかっこいい GTGR です、ね、走りもすごい良かったです。快適でした。パワフルに走ってくれました、うん、バンバン、うん、乗っててもね、あの全然こうあのミルミルランドのミルリーは、あ、頑張ってる、頑張れミルリーみたいな時があるんですけど、
でもハイラックスなかったです。山道も結構ねここあの急な山道あったんですけど登りもめちゃくちゃパワフルでした、うん、でしかもこれ5人乗り。そう5人乗りですね。後ろにも乗ることができます。でここに YTB、はい、でここにね YTB グラビティって書いてあるんですがこれね後で飛び出します。ここかっこいいよねこの作りがまた。いい、はい、でこちら電源を供給する方のね取り入れ口の方です、はい、でこちらシャワーがついております。シャワーもあるんですね。シャワーもあるんです。であこれねこれはね外でここシャワーあるじゃないですか、はい、シャワー浴びるのにちゃんとね囲いがあります。それもじゃあちょっと後でじっくりと、はい、でさらにこちらですね。でもこけましたけど大丈夫でしたか若干ねここねいろいろ石があるのでこけやすい設定です。でこちらはですねすごいかっこいいですね。後ろかっこいいよね。後ろめちゃくちゃかっこいいんですよ。グラビティのねちゃんとロゴマークも入ってて、うん、であのこれ開けられるようになってます、はい。FF ヒーターのね燃料とか入ってます、うん、今度こちらは収納となっております。ここじゃあ見てみましょうか。ロックを外してプッシュするとこう開きました、はい、でこうパカッと。おお収納庫ですね。そうですね。でこれ外部充電のねあの入れるやつとか、うんはい、でこれからいろいろピンを外していくんですけれども、うん、そういうのもね入れとけば忘れずに使えるよっていう感じ。なるほどね。こっちもちょっと見ていいですか、はい、こちらも拝見しましょうか。でも同じ感じで、はい、これですね。あ、はい、これが FF ヒーターね。今日もし寒ければ使おうかなっていう感じの、うん、いろいろ開けていくんですがまずはここですね。あもう上、はい、展開いきます、はい、ピンが、はい、あります。まず上のピンを外す。台に乗った方がいいんじゃないですか。そうですね台に乗ってせっかくこれあるのに台なくてもできるよっていう。虹で165センチの人は届く。はい届きます。あと下がねどれぐらいのあれかにもよるんですけど。で、ね、前もあります。こういう踏み台もあるんでね背低い人は。あそうですね踏み台あってもいい。前と後ろで合計4箇所ピンを外します。はい、でこれは下から上に、はい、でロックを外します。はい、で今こっちピン抜いただけでしたね。そうですね。ここは上から今度下にこうやって外してあげます、はい、で今ピンが3箇所目、はい、外しました。もう1箇所これね。やっぱそう入れるとこあるっていうのはまたいいよね。なくさなくても。そう忘れないので。でこれは下から上に外してあげてさらにここカチッと。でこれで今の状態で閉まっていますが全部ロックが外れている状態です。ここからどうなるのかな。めちゃくちゃかっこいいんですよ。じゃあ一回閉めときますね。ここから下に下がっていくのかな屋根が下にガガンと、はい、デンと。でここを開けます、はい、ここが入り口ですね。後ろが後ろが入り口です、はい、そうすると今はこんな感じになってます。はい中がですねまだねここだと立てない状態ですね、うん、ポップアップする前です。でここでこの台がめちゃくちゃ役に立ちます。この台はこのオーニングとか開ける時もね非常に便利に使えます、はい、で今回ねこのマットのあるところは靴で大丈夫ですよっていうことでしたので。これはね YTB さんの方で用意してくださって。はい。お、そこを押し上げるちょっと待って重い結構重いって言ってたよね。結構重いんですよこれ。コツがいるそうです。コツがいりますね。でもめっちゃ軽くやってたんですけど慣れるとなんか簡単にできるって言ってたんでコツを覚えるまで。コツですね。なんだろうめっちゃ軽々しくやってたのなんかねあとね教えてもらった時はねすごい軽々と上がってきたここまで上がるんですけどそっから行かない。ここから下がるんですよやっぱ足腰使ってグイッと行くんじゃないですか。1個段を上がってみました、はい、でおお。お、行った行った行った。あ、行った上がりましたね。上がりました。多分ね脚力がね若干足りなかった。脚力踏ん張りがだからここの段に上がってきて上の方がグッてやったらはい。なるほどね上がりました。ちょっと暗いんで電気つけましょうか。はい。じゃあねここがですね
電気コーナーとなっております、うん、めちゃくちゃかっこいいんですけど、やっぱり大元の電気ですね、はい、ひねってこのパワーっていうところを押します。そしてさらにインドアって書いてる中ですね、電気つきましたね、はい、こちらがつきました。こちら2箇所ねあります。でね、なんならねこのファンっていうところもつけると、うん、これでよいしょ、あーベンチレーターこっちか、明るい、はい、一気に明るくなりましたね。めっちゃ明るくなりました。あとねこれアウトドアの方を押してあげますとここがつくんですよ、この上のところが。あーはいはい、ここね、これ夜活躍しそうですね。そう、まだねちょっと明るいので消しときますね、うん。あとはね、ポンプ、お水のポンプのやつとかもあるので、はい、このファンって書いてあるのでここを入れてあげるとここに電気が来まして、うん、でここはねくるくるしてあげます。そうすると上に今明るくなったじゃないですか、はい、これ上がってます。でこれでインとアウトができるんですが、今ねインですね。でこれでアウトにしてあげると今度吸い出してくれるよっていう感じで。なるほど。なので後でね、あのお鍋とか、はい、寝るときに非常にいいかなと思います。僕は身長172センチなんですけど、立ってもまだ拳1個分ぐらい余裕があります。やっぱ車内で立てるのいいね。で今のこれね、ここですね、うん、あそれがロック。そうロックっていうか何だろう、支え、うん、で支えた上でこのまたね、はい、外で使ってた同じロックなんですが、ここに、はい、入れてあげるとここでできるよっていう。そうすると落っこってこなくて大丈夫だよっていう感じになります。窓も開けてみましょう、はい、これねめちゃめちゃいいんですよ。もうぐるっと窓になってて、そうこっち側も窓になってるんですよね。でこの状態で窓がなんと30になってますので、30そう明るいじゃないですか、うん、でも空気入ってきてないんですよ。だから冬とかはこうやって外見ながら寝転がってめっちゃ良くないですか。透明なビニールなんだ。そう寒くないの。なるほどね、これはいいね。これ良くないですか。大抵ねあのこういう感じのやつだと二重なんですよ、うん、こっちかもしくはこれを開けた状態の網戸の2種類になっちゃうんですよ、はい、そうすると外は見たいと、うん、だけどちょっと気温下がってきたなっていう時は困っちゃうんですよね。そうですね、うん、それがねこちらではこのめちゃくちゃ明るくていいなっていうだけで、これはもうこれからの冬のシーズンはめちゃくちゃいいですね。そうめちゃくちゃいいですね。こうやって明るく、そうするとこの昼間の時間帯だと、うん、まあ今はねこうやって電気つけてますけど、うん、電気つけなくても結構明るくないですか。明かり取りになるんですよめちゃくちゃ、うん、でねすごい。で今日みたいな河原に来るとこの川の素晴らしい景色を眺めながらね、いいですね、この空間で寝れちゃうっていう。目覚めた時がすごい気持ちよさそうですね。気持ちいいし、あとなんかすごい一日ここにいられるとしたら、うん、もうここでこうなんかグタグタしていい、ね、動画見たり本読んだりして、うん、ウェイってなっててこう景色もちゃんと見られるっていうのが、うん、すごいいいですね。みるみるランド。レナさんこれだと、うん、あのそこで寝れるのは分かったんですけど、ここ対面できないじゃないですか、うん、そうなんですよ。これどうしてくれるんですか。これね、狭いじゃないですか。2人でそっちに座るんですよここだからそこ で, じゃないですかこれ今日は、はい、あのこっち向きに2人で座ってでご飯を食べるっていう、はい、そういう設定です。これがね、うん、ここがなければいいんですけどね。いいでしょ。ここボーンって出てきちゃってますから、ね、どうしてもお願いって言うんだったら、はい、あのこっちに席作れなくもないんですけど。作りたいですけどできるんですかそんな。えじゃあちょっとお願い、あの可愛らしくしてもらっていいですか。はい、ちょっと、はい、じゃあ可愛らしいお願い、勇気バージョンお願いします。お願いします。可愛い、確かに、はい、お願いします、はい。最近ね、ゆきさんに無茶振りされるからね、ちょっと私も無茶振りし返そうと思って。そうですね。はい。え、で、何これが？これね、うん、あの外から実は引き抜くことができるんですよ。引き抜く？はい。外に出てきました。はい、で、こちらのこの部分ですね、はいはい。これがさっき座れるところに置いてあったボックスなんですが、ここですね、一回パコッと開けてあげます、うん。そうするとですね、中にこういう取っ手が出てきますので、はい、これを外から、おお、
引っ張って、これあれじゃないですか、スライドアウトじゃないですか。そうなんですよ、スライドアウト、手動のスライドアウト、ちょっとじゃあ今の中からちょっと見てみます、どうなってるか。今もう一回中やってきたんですけど、じゃあお願いします。はい、こうなるんだ、なるほどね、わかりました。そうするとここで対面で座れるようになる、空間広がりましたね、かなり。はい、これはいいな。で今背もたれに、右の方の、ね、背もたれのところにある、はい、シートをそちら反対側にやってあげると、うん、これね、座れるようになります。このシートを、はい、これをこっちに持ってくると、はい、これで対面で座ることができると、はい、これはいいね、これは面白いね、このギミック、ギミックいいでしょう。実はですね、はい、このね、外に出しているときにスライドアウトしていると、うん、こっちはねちょっと今使えないので一回しまいます。よいしょ、シャワーを使うときはそこをしまわなきゃいけないんですね。そう、これね、こっちを今度出したいので、うん、ロックをかけられるんですが、開けます、こうパカッと開けます。はい、このね、下の部分が外に出てきて、うん、お部屋になるんですけれども、これ分かります？今ペグ、そうパランって言ったのはね、ペグなんです、うん、ここにね、ペグも入ってます。必要な時にはこのペグを使うようにします。よし、これをじゃ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 っとで、ね、ここまで来たら、まずはこの上の方を開いてあげて、さらにこちら側を開いてあげます。で今カチカチって言ったと思うんですけど、うん、これでね、しっかりとここが勝手に閉じなくなります。でこういう風に吊った状態で、もっとこれを引き上げたかった場合には、ここですね、こういうところ、うん、でちょっとこう調整してあげると、そう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 、もうちょっとこうククッとなったような感じでも使えますよっていう。それはここがもうシャワールーム。そうなんですよ、ここがですね、こう縦開きになってます、うんうんうん、なので、まあんまりね、上投げちゃうとあれなんですけど、こんな感じ。でそうなったら気になるのがここですね、外部のところにある箱なんですけども、ここ開けますと、リデンとシャワーが出てきます、うん、ちょうどいい位置にあるでしょ、うん、でここでシャワーを使えるようになります。うーん、なるほどね。でさらに、そうそう、ちょっとね、ここにこうちょっと置いてこうやって浴びることもできますし、またですね、ここ今2個あって水だけ使えるようになるそうです。お湯は使えませんよ。お湯は使えない。でこれも40リッターの方からあるので、うん、もう結構使えるかなっていう。そうですね、40リッターあったら結構使えますね、うん、そうそう。でね、こういう囲いがあれば女性でも中で、うん、すごく着替えやすいですし、あとね、ここポケットがメッシュのやつと2箇所あるんですよ。だからタオルとかかけといたりとかして、うん、こういうのにこうちょっと下着とか入れといてもいいかな、着替えをっていう感じです、うん、ここにね、ちゃんと入れられる場所があるので、ここでペグ打ってあげるとちゃんとね、ここで固定してあげることができますので、ちょっと風吹いてても安心して使えるようになります、うん、ではね、反対側行きましょう。はい、この脚立あるとめっちゃ便利ですね、うん、こちらはサイドオーニングだけど、サイドだけじゃないよっていうかっこいいやつです。これね、箱の形はさっきのシャワーのやつと一緒ですね。こんな感じで、で、よいしょ、カバーを開けます、じゃんと。で、これもさっきのカバーと一緒で、ここにね、ペグとか入れられるようになってるので、うん、なくさなくて済むっていうのが嬉しいです。そうですね。で、ここに、あるんですが、これをですね、外していきます。3箇所ベルトを外す、はい、これ止まっているので、よいしょ、2、はい、で、そうすると開いて止まります。ビヨーンと、これがですね、すごいんですよ。おー、ぐるんって回るやつだ。ぐるんってやるやつなんですよ。これいいよね。これめちゃくちゃいいやつですね。で、最後はここにね、フックがついています。はい、でフックをこの反対側のところにこうね、カチッと装着してあげるだけで、これだけ広げて。広いな、この屋根。この屋根広いですね。今日ね、雨でもこの屋根あったら平気だなって。そうですね、こんだけ広がったらね、はい、思いましたね。あ、でこれ何気にね、アルミで作ってあるので、うん、普通のオーニングよりも結構ね重いんですけど、頑丈なんですよ。使
作りがしっかりしてる。なのでそれがねすごくいいなと思います。でここにですね、うん、3本足が出てきます。あ、くるってひねって、そうくるってひねってよいしょ止めてあげる。うーん、簡単ですよね。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。開いた上でくるってひねって、あ、しかもいい感じの場所に石がある。石最低、はい、さっきのところも石があったんです。なんかもう最初に比べて見栄えが全然良くなりましたでしょ。めちゃくちゃかっこいいんですよ。最初だけでもかっこよかったのに、あ、こっちか、よいしょ。これはちょっとアウトドアで映えますね。映えますね。このサイドオーニングやった上でのこのシャワールームすごいねこれ、はい、めちゃくちゃいいんですよ。あ、めちゃくちゃこれはなんかロマンが詰まった車じゃないですか。かっこいいですよね。これサクッとこの四駆で走ってってこの河原に来て、うん、設置も早くなかったですか。あっという間ですよね。上に上げてこれだけ出すだけだよ。これがもう女性一人でできてしまう。そう器用なレイナさんでも。器用な私で器用かかないんですけど、はい、でただねちょっとね屋根はあのコツというか力が必要です。でもまあうまくやれば、あんな感じでできます。今回今シャワーはすぐに使わないので中でね椅子が使えるようにスライドアウトを出していきたいと思います、はい、なので一回しまいます。撤収。で撤収の方法も非常に簡単です。ここにカチッとロックがかかってたのをまず取り除きます。外してあげるとロック解除して折りたたむ。そうこれ何気にねここにポールが入ってるんですよ。下あ下ね。そうだからこれをくるくる巻いていく。そうポールを持ってくるくる巻きます。なんかあまり難しいことがないのもすごい、そうですね。操作性があまり迷わずにできていいですね。さっきのシャワーなんですけれどもここにあります。まあもちろんねこのカバーった方が女性は特にね安心だと思うんですけど、ワンちゃんの足とか洗ってあげる時とか別にいらないじゃないですか。そうですね。なのでこんな感じで使います。でもう一回ここね、はい、プッシュして開けてこれを引き出します。これがいいね。そう何気にねここねアクリル二重窓入ってて、でちゃんとこれも普通の網戸になるんですよ。網戸になるんだ。そう、まあ、夏もいいしね。そう使い方が普通にできるんですよ。でちゃんと中からロックもかかるので、よくあるキャンピングカーで使われる扉。そうそういう感じです、入っていきます。みるみるランド、じゃじゃん、こんな感じで。ここねバッテリーなんですよ。バッテリースペックは、スペックはですね100V の100V、あ、ごめんなさい、100Aのリチウムイオンバッテリーです。はい、が標準でついてきますよと。でその上ですね、はい、ここも観音開きで、あ、今ねジャンプスターター書いてますが、ここは収納、はい、収納として使えるようになっています。本体側なんですけれども、じゃじゃん、はい、ここに10リッターって書いてあるんですが排水専用のタンクです。本当にこの私の今ね座っているところの下に40リッターの清水タンクが入ってますので、はい、ここでこの中のシンクも、これね中のシンクも使えるようになりますし、あとさっきの外のシャワーも、この40リッターから共有で使えるようになっているそうです。で、こちらの中のやつは10リッターなので、まあ、こまめに溜まっちゃったら捨てるって感じですね。で、ここは、まあ、ちょっとしたいろんなものが今ちょっと入ってますけど、こんな感じでね、隙間があるので、ちょっとした収納としては使えるかなって感じですね。で先ほどねこの外側に出したやつ、はい、これなんですけど、そうこれ入れてもらったんですよ一応ね。これじゃじゃーん、あったかそうじゃないですか、この銀色の感じが、はい、実はですねこの周りなんですけれども、このね周りにこちらのカバーをかけてあげると、暖かく保温してくれるよっていうやつなので、特にそう冬の寒い時、今日結構暖かいんですけど、あの寒い時はねこういうのあるといいなと思います。そうですね、こういう結構大きめのものも入
入るような大きさの。さっき出したところは収納になってる。収納になってるんですよ。断熱してくれるんですよね、上を。そう、断熱してくれるんですよ。で、先ほど一回ね、このマット、私めっちゃここ座ってるけど、座り心地いいです。でね、ここ、ちゃんと窓があります。はい、今ね、プライベート空間になって閉まってましたが、こうやって開けることができますし、さらにこうやって網戸で、仕切ってあげることもできますし、で、開けますとですね、じゃん。よいしょ。ちゃんとね、外からのいい空気を入れることができるので。これもキャンピングカーでよくある窓です。そう。これもキャンピングカーでよくありますが、ちゃんとね、アクリル二重窓になっているのが嬉しいです。メルメルランド。じゃあね、ベッドなんですけど、ベッドを、準備するときにですね、このまままず引き出して、こういう風にして、ここでね、レールがあるので、ベッドもできるんですが、このね、テーブルを、実はですね、2段にこう、レールがあるの分かります？はい。はい。なので、これをですね、一回畳んで、2段の下の方に置いてあげようと思います。ベッド展開しようと思ったんですけど、これをね、上げてみて、この下が何あるかをちょっと見せていこうと思いました。はい。じゃじゃん。はい。こんな感じです。ここも収納。そう、収納としても使えるし、こちら側はポンプのね、うん、やつが入っている形となっています。で、さらにこちら側もいきます。ジディン。はい。こちらがですね、インバーターですね。うん。インバーター。はい。うん、で、さらに、ここ、今ちょうど見やすいので、100ボルトが3つ口あります。コンセント。コンセント。で、あとこちらですね。ここね、押してあげますと、長押しで入ってました。これで FF ヒーターが使えるようになります。オンになりました。じゃあね、戻りまして、テーブル展開していきたいと思います。こちらの、テーブルを今ね設置しやすいようにパッと上げました。で、ここの間に入れて、マットがですね真ん中にも用意してありますので、こんな感じですね。はい、これでね一人がまた寝れるようなスペースとなります。これはちっちゃいベッド、子供用、うん、子供用ですね。ちょっと大人には狭いので。ちなみにそこで寝るとどんな感じですか？タキストのレイナーが寝ますですね。165センチの人が寝ると。ってこと、こういう感じですかね。やっぱ足は伸ばせないですね。そうですね。ちょっと詰まりますね。はい。まあちょっと。斜めでもきつい。斜めでもきついですね。足は伸ばせないですね。ちょっとそうですね。斜めでも難しいですね。子供用です。子供用ですね。でもこういうくつろぎ方は、あ、そうですね。そう。お座敷スタイルとして、あ、これもいいですね。うん。で、今度はこの上行きたいと思います。はい。これ簡単なので、ね、出すとこれを引き出して、はい、網が出てくるので、この上にマットをマットを乗せてあげればいいだけなので、よいしょ。うん。で、これでハマりました。そうすると、はい、大人の人が、さすがにこっちは大人が寝れる。あ、大人めっちゃいい。大人めっちゃいい。はい、大人用はね、すごい広いっすね、これは。広いし、やっぱりね、この目の高さがハイラックスの上にあって高いじゃないですか。うんうん、なので、まあ 2メートルぐらい、地上から2メートルぐらいのところからちょっと見下ろすような感じになるので、結構ね景色がいいです。ルーフテントとかポップアップルーフみたいな、うん、そういう感じですよね。そうめちゃくちゃいいな。しかも、ね、広い、うん、これ斜めはね大贅沢ですね。そうですね。大人2人が余裕ですよ、うん、子供とかだったら全然真ん中に入れて寝ることもできるし。ミルミルなんだ。今拝見してきたこちらハイラックスの上に乗っているシェルなんですけれども、このシェルだけで277万5千円です。で、こちらのね、サイドオーニングだったりとか、この後ろのボックスなどは、
オプションになってきますので、うん、そこら辺の詳しいところは YTV さんにお問い合わせしてみてください。電気とかに、ね、基本的なものはついているそうなんですが、はい、ちょっとねそこら辺はお問い合わせしていただけたらと思います、はい、こちらのハイラックス、そしてグラビティを今回私たち使わせていただいて、1泊2日のキャンプやっていきたいと思いますので、次の動画ではねそちらの寝心地だったりとかキャンプの様子もご覧いただけたらと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。またねー。